もチャンネルです。なんかなかなかいい反り込み具合になってきた、今日この頃なんですけども、はい、ですね、いつもはね、スマートフォンで撮っているんですが、家を掃除していたらこんなものが出てきました。はい、マイクです。で、これわかるかな？ピントが合ってくるんだけど、これ3本ここに入ってると思います。で、この3本が何かっていうと、スマートフォン用のマイクになります。通常ね、ここのところ2本だと思うんですよ。で、それをね、スマートフォンにつけても普通認識しないんですけど、これならマイクとして認識します。で、これをね、前ゲオで購入してすっかり忘れていたんですけど、それがね、気づいたらどっか行っちゃって、まあこの間昨日か、家を掃除していたら出てきたんですね。だからこれをちょっと使って、今まで検証をしていないなと思ってたら、そうだ、これ検証しないといけないなと。いうことで、今回は、この簡単につけられるこのマイク、これをね、スマートフォンにつけて、まあ、音がどういう風に変わるのかというのをちょっと検証していきたいと思います。これに関してはちょっと性能がわかりません。っていうのは私これを買った直後にすぐパッケージをポイッと捨ててしまいましたので、この内容を見ることなく、はっきり言ってこのままこう使おうかなと思っていました。で、気づいたらどっか行っちゃってたっていうかね、しまい込んでて家の方に行ってたということで、これをね、使う機会が本当になかったんですよ。で、本当に1回か2回iPod Touch の方でこれを検証したっていうか聞いたことはあるんですよ。その時はかなり音質が変わりましたので、今回も今使っているスマートフォンでどんだけ音質が変わるかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。ちなみに今使っているスマートフォンはモトローラーの Moto G8 プラスになります。で、結構これもね、音が良かったりっていうので、まあ悪くないような気もするんですけど、これをつけてさらにどうなるかというのをちょっと聞いてみたいと思います。では交換というか、これつけていきたいと思います。はい、交換しました。どうでしょう、音の方の違い出てますでしょうか。私まだ編集も何もしてなくて聞いてないので、多分これは家に帰ってから編集するときに聞くと思うんですけども、多少変わってて欲しいなという気持ちはあります。で、これで音が良ければ、これから私がスマートフォンで撮るときにはこれつけて撮ってみけばね、いいのかなという気がします。っていうのは、このマイク、別に電源を用意する必要がなくて、ただイヤホンジャックの方に挿せば、勝手に、電源の方を供給されて、録画ができるようになっています。録画じゃない、録音ができるようになっています。なので、すごいお手軽なんですよ。で、普通だったらね、ファンタム電源が必要だとか、なんとかね、そしてケーブルの取り回しがとか、なんとかって言って、結構めんどくさかったりするんですけど、これはもう見た通り、そのままぶっ刺して、そのまま使えるっていう代物ですから、とってもお手軽なんですよ。だ、手間なく、それで音質が上がるんであれば、それに越したことはありません。だからね、これで、良ければいいのかなという感じです。今ちょうどそのマイクをつけた状態です。で、この音質からまた内蔵マイクの方にちょっと変えてみたいと思います。はい。どうでしょう。これ内蔵マイクの音です。内蔵のマイクの音もそんなに悪くはないとは思うんですよ。今までずっとスマートフォンで撮ってきた時もそのまんまの音で使っていましたので、まあ、その時でもね、悪くないのかななんて思ってたんですけど、これをつけた時と、今この内蔵マイクの音と、どうでしょうね。変わりますでしょうか。実際に、こっちがついてる方が音がいいねっていう風にね、感じてくれた方が私はいいんですけども、そればっかりは、ちょっと私も聞いてないのでまだわかりませんが、これ、どうなんですかね。これをつけてね、音が悪くなったというのであればつけない方がいいわけだし、変わんないっていうのであればつけない方がいいんですよ。で、良くなったと思うのであれば、まあつけた方がね、全然いいんですけど、
これも私は性能を本当表を見る前にポイとゴミ箱に、パッケージしてしまいましたので、どんな音になってるかっても想像もつかないんですね。確かに iPad タッチ、iPad じゃない、iPod タッチで、撮った時には音はね全然良くなったんですよ。だけど今撮っているこのモトローラのモト8プラス、モト G プラスはもともと音質悪くないんじゃないかなと私自身が思っていたので、これをつけた時にどういうふうに変わるか、ちょっと気になるところなんですよね。だから、そんなに難しく考えないでいいか悪いかっていうような感じでね、ちょっと家に帰って動画の編集した時に検証してみたいと思います。あとはですね、これ確か1500円ぐらいで買ってきたんですよ。だからそんなに高いものじゃないです。で、あと、これはプレイステーション4かなんかの、多分実況するとき用に使うものなのかもしれませんけども、確かその辺のやつで買ってきたんですね。だから、これがもし壊れたとしても、まあ、その辺のやつ、またゲーム屋さん行って買ってくればいいだけだから、すごいお手軽なんですよ。手に入れるのも、使うのもね。だから本当にこれで音声が、音質が良くなったらいいなと、私自身は思っております。ということでね、ちょっともう一回だけ、これつけてみます。はい、どうでしょう。これで音が良くなってくれてると本当に嬉しいんですけど、でも私自身がね、どこに行ったかわかんなくなるぐらいなんで、そんな多分大したことないのかもしれません。まあ、だけど、このテカリ具合はね、あんまり変わんないと思うんでね、もう少し、ちょっとこれ、自分自身でね、撮ってみて検証を続けていこうかなと思います。まあ、今のところは、これを帰ってね、編集してみないと検証も何もできないので、今回はこの辺にしたいと思いますが、もし良ければ、今後これでちょっと続けていこうかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。